越中島駅は東京都江東区越中島2丁目にある東日本旅客鉄道京葉線の駅である。駅番号は従礼3。京葉線の列車のほか西船橋駅から武蔵野線に乗り入れる列車も停車する。また特定特殊内制度における東京都区内に属している。また京葉線において起点の東京駅から起算し、 た路線との乗り換えのない最初の単独駅でもある。貨物船の駅としてすでに越中島駅が存在したため、建設当初は西越中島の名称で開業する予定だったが、地元からの要望により、貨物船の駅を越中島貨物駅に解消し、当駅が越中島駅として開業した。当駅の地上出入り口が狭い形状となったのは、 当時の東京商船大学の名称を駅名に取り入れなかったため、大学側の協力が得られなかったことによる。なお、商船大時代は、ホームの駅名表に、東京商船大学前の副駅名が表記されて、いたが、海洋大に解消後は、上からテープで消され、後に表記のないものに交換されている。2007年になり、東京海洋大学が敷地を売却することにより、 エレベーターが設置された。なお、江東区では、同年度予算で助成金として1億円を計上した。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託している、東京駅管理の業務委託駅、島式ホーム1面2000を有する地下駅である。始発7時、10時から17時30分、20時から21時30分の時間帯は、駅係員が不在になる。 自動券売機、自動改札機、自動生産機設置駅。一時期マルス端末の設備を持つ緑の窓口があったが、指定席券売機設置に伴い営業を終了した。当駅の管轄は東京支社であるが、次の潮見駅との間に千葉支社との管轄協会がある。4カ所の地上出入り口から地下に降りた木座橋が、 改札外となっているが、改札外に降りてから一箇所ある改札口までの通路は軌道方向に長い。ホーム階は改札外のさらに下の木座橋にある。発車メロディは両番線ともに東洋メディアリンクス製のベルデライオ V2 が使用されている。2020年度の1日平均乗車人員は4126人である。京葉線全域の中で、 最も利用者数が少なく、また、東京23区の JR 駅の中においても最も利用客数が少ないが、駅の真上に東京海洋大学海洋工学部、越中島キャンパスがあり、当駅を利用する学生が一定数を占めている。2010年頃より、駅周辺の人口増加に伴い利用者数も増加傾向にある。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下記の通り、東京海洋大学越中島校舎前バス停、越中島バス停一番出口より徒歩5分のところに越中島発着場が設置されており、遊覧船が発着している。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。